無学面切手とは、郵便料金として使える金額、すなわち額面が書かれていない切手のことである。最初は、郵便料金改定の決定が間に合わないことを予想し、見切り発車的に印刷されたために生じたが、現在では、基本料金などの郵便料金に使用できることを永久保証して発行される場合が多い。そのため永久保証切手とも呼ばれている。 日本では発行されたことはない。アメリカで発行された無額面のクリスマス切手世界的に無額面切手が発行されたのは19世紀に一部の国で発行されたものが最初である。その後も中華民国が国境内戦による猛烈なインフレーションで額面改定が追いつかず国内速達用といった表記の切手を発行したことがあるが、 これらは猛烈なインフレーションで生じた例外的な事例であり、第二次世界大戦後に多くの国で見られた。継続的に発行した最初の国はアメリカ合衆国である。それまでアメリカで発行される切手はアラビア数字もしくは英語によって額面数字が記入されていたが、1970年代に郵便料金改定を連邦議会で承認する審議において料金、 値上げ幅はどこまで承認されるかという見通しがつかない時があった。そのため、1975年に発行されたクリスマス切手では郵便料金の値上げ後に発行予定されていたものの発行枚数が多いために料金後の印刷では準備が間に合わないことからアメリカ合衆国郵政省はやむを得ず無額面で発行した。この時は 従来の8セントから10セントに値上げした価格で発売された。1978年にも郵便料金が13セントから値上げされる予定であったが議会承認に手間取る事態に陥った。そのためアメリカ郵政は新料金として発売する切手として郵政マークに A と書いた A 切手を発行し、それを15セント切手として発売した。 これが混乱なく使用されたことから、その後もアメリカは B 切手、C 切手、D 切手、E 切手と記号表示型の無額面切手を料金改定の度に発行するようになった。特定の郵便料金に対して永久保証する無額面切手が世界各国で発行されるようになった。21世紀初頭現在、イギリスやシンガポールなど多くの国で、 切手に国内風書料金や国際航空郵便料金基本料を示す文字や略語の表示のある無額面切手が発行されている。インフレーションの激しい国では郵便料金の改定が多いため、たとえ料金が変わっても普通切手を新規に発行すると経費がかかる上に在庫の切手が売りさばけなくなって切手が無駄になるなどの欠点を克服できるというコスト面から見て有利である。 ありがとうございます。